やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ銀浜です。はい、現在12月13日火曜日の午前1時23分ですね。はい、ただいま新米錬金術の店舗経営11話見終えまして、さあここからは先週から始まりましたね、僕とロボコ2話、見ていきたいと思います。 D アニメストアですね。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。3分です。3、2、1、スタート。ガチゴリラ、豚ゴリラみたいなね。ピンポン。排除します。優しいかどっちか分からへんな、これ。よろしく。鬼滅の刃。お前でどっちやねんこの二人。萌え萌えキュン、かわいいね。メイコツのねこれ。甘さ控えめ。呪術廻戦の話の汗のかき方。スズメバチ。あ、そうなの。ゴキとかも倒さへんねんね。目から開口線。うわ、全然読めへん字幕。長いな。はい、ちょっとメイコの声優さん聞いた。これ字幕絶対読めへん。これ最後のテロップ。早すぎる早すぎる。平塚紗恵さんってのか知らんな。ねえ、ここのガチゴリラが沖合良太郎さんやしね、小学生役をやる。で、金を持つのっていうのが何ちゅう名前やね。竹内俊介さんね。で、平ボンドやね、これ津田みなみさんやね。津田みなみさんね、もう先週も言ったと思いますけども、あれよ、回復術やり直しのね、妹の方やね、ちょっと名前忘れたけど。はい、まあ今回はそのメイコ出てきたけども、まあとにかく可愛いメイドさんですよね。オーダーメイドか。で、このガチゴリラと金を持つのがほんまにその心底嫌なやつじゃないのがおもろいね。ちょいちょいいいやつ挟んでくるのが。ただメイコはその、暴力行為ができない、虫すら殺されへんのね。これなんか後にちょっと問題になったりせえへんかな。まあすでになってるけど、
で、まあ、ロボコは目から開口線で、ね、蜂を討伐するも長いという、どんなオチやねこれ長い長い。で、呪術廻戦の汗のかき方覚えてねー。で、なんか鬼滅の刃入ってた、何あれ、なんかね、ロゴにこうモザイク入ったけど明らか鬼滅の刃やったね。はい、ということで、まあこのね、モツオと、ガチゴリラは果たしてこの、ロボコのことをオーダーメイドとしてね、今後どういう風に何扱っていくのか。これでも最後はちょっと感動しとったよな、うん、まあ、ロボコは前回は使えなかったけど、全く今回使えたね。今回役立ったね蜂倒しただけやけど、あとも全然やね。シュークリームね、消滅させるわあと何した、もよもよきゅんでしゅね、シュークリーム消滅させたか、うん、はい、まあということでね、僕とロボコ、これクセ強いわ、このアニメ2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味ない方は切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、そして大道芸人であり、本職は子供向けのパフォーマンスやっております。で、普段やればできる諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響でね、2年10ヶ月ほど仕事がございません。貯金だけでなんとかやっております。はい、そんな中でアニメのリアクションをスタートして、今日で992日、あと8日でついに1000日ですね。1000日を超えたらちょっとね、活動どうするかはちょっと考えさせていただきます。ただ、去年2000本以上の動画はね、推定ですけども失ってますが、それを乗り越えてやってきました。しかし本職のチャンネルでね、スタートしてしまったんで、現在はこちらをサブとしてね、残して本職のチャンネル新たに作ったんで、ぜひともこちらの応援よろしくお願いします。毎日19時に動画を投稿しております、URL は説明文に。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。